尺画家は尺画上下に属する臨死目のトガの一つ。尺取虫は基本的に本家に属するガの幼虫を指す。本家の最大の特徴は幼虫の腹足が退化し、いわゆる尺取虫の形態を取ることである。臨死目幼虫は基本的に第3、4、5、6複節及び第10複節に敬5体の腹足を有するが、本家の幼虫は カバシャクアカなどのごく一部の例外を除き、後方の二体を残して腹足が退化する。ヤガカの一部などにも腹足が退化する傾向が知られるが、それらはセミルーパーと呼ばれ、シャクトリムシと区別される。成虫に関しては、アンサと呼ばれる部位を持つ特徴的な形状の鼓膜器官が腹部の基部近くに位置することが本家の分類形質となる。 ヨモギエダ尺圧、セレネイリア成虫、ロシアリンシメの中では、ヤガカに次ぐ2番目に大きいトカである。世界から2万4000種近くが知られ、新熱体育で最も多様である。日本からは900種近くが報告されている。成虫は細長い体と幅の広い羽を有する種が多い。いわゆる、冬刺しの仲間は成虫の羽が著しく退化し、 時に羽を完全に喪失する種もいることで知られる。落ち葉や木肌のような地味な色彩の羽を持つ種も多いが、トラシャク、ディスフォーニアミリタリスやキオビエダシャクミルヨニアベイサリスのように色鮮やかな色と反紋の羽を持つ種も含まれ、形態は多様である。幼虫は戦術したように基本的に腹足が退化する。指紋も基本的に目立たないが、 肉質の突起が発達する種が知られる。メディアを再生するアプリフターブルーマタ幼虫、オーストリア本家の幼虫、シャクトリムシは腹足の体下から特徴的な歩行を行う。まず胸部の足を離し、体をまっすぐに伸ばし、その足で器物に捕まると、今度は腹足を離し、体の後端部を不足の位置まで引きつける。この時に体は U 字型になる。それから再び、 胸足を離し、ということを繰り返して歩く。シャクトリムシの故障はこの姿が親指、人差し指で長さを測る様子を連想させることに由来する。学名のジーアメトラディ、英名のインチワーム、フランス語名のルパントゥアなども同様の発想による。また、シャクトリムシには、生死姿勢が植物の枝や葉、新芽などに酷似する種も多くいることがよく知られる。他にも、 青尺赤の一部の幼虫は植物の破片などのゴミを背中にまとう。隠蔽擬態と思われるこれらの植物への模倣の効果が定量的に評価された例はまだ少ないが、大ダシ枝尺ビストンビキアレリアについては幼虫の退職にある程度の過疎性があり10、数日かけてゆっくり退職を変化させ保護職としての精度を高められることが確認され、 体色の変化を伴う枝エへエの高度な擬態が取りによる捕食への対策として機能している可能性が高いことが確かめられている。幼虫の植生は植食性で様々な植物を食草として利用する高食性の種も単一種の植物しか接触しない単食性の種もいる。カバナミシャク属エパシー社においては待ち伏せ捕食を行うハエトリナミシャクが複数知られる。 カバナミシャク族は世界から1500地海舟が記載されている巨大なグループで林種目の中でも最大の族の一つだが、ハエトリナミシャクはハワイ諸島からしか知られていない。また、肉食性を示す林種目は他にも知られるが、マチ伏せ捕食者は非常に稀で、ハエトリナミシャク以外では、木刀がかの木刀がカサスジェズンシスが樹液に集まる。 昆虫を捕食する可能性が示された例しか知られていない。農作物や園芸植物を食草として利用する種もいるため、時にそれらを食害する害虫として扱われることもある。例えば、菊花や豆花の草本から、バラ花や椿花の木本植物まで様々な植物を接触するヨモギエダシャクアズ、セレネリアは果樹や茶に関する農業害虫として、 北米に分布するアルサーファラ・ポメタリアは多くの紅葉樹の葉を食害し森林害虫として知られる。ナギやイヌマキ、ラカンマキを食害するキオビエナシャクエムベイサリスは日本では九州以南でイヌマキに対する重要な害虫として扱われている。幼虫期の姿や歩き方の面白さから様々に関心を持たれることがある。先に紹介したように 幼虫の特徴的な歩き方は、様々な言語で、名前の由来となっている。中国では、古くから知られ、本草書や経典などに、歩み屈や、せっかくの名で尺取り虫に関する記述を見つけることができ、一部は日本にも伝わっている。日本では、江戸時代の文献である、山和本蔵や和漢三歳図絵、群毛図絵などに、せっかくや、枠の名を見つけることができる。 枝と間違えて、尺取虫にドビンを引っ掛けて、ドビンを割ったという言い伝えに由来するという、ドビン割り、ビン割りをはじめとして、尺取虫を表す、様々な別名が季語として知られるほか、背丈を尺取虫に測られると死ぬという伝承が伝わる、地方もあるという。成虫が工業安下のモデル生物としてよく知られる、オシモ大島振枝尺ビティアレリアは、本家の枝尺赤に属する。 本家は長らく6赤に分類されていたが、近年は以下の9赤に分けることが多い。旧星尺赤の分類は特に不安定であり、2019年の分子系統分析に基づく研究では、新赤を含む8つの赤を認めているが、星尺赤オースティキシニーの地位は不確かなままである。以下に3つの分類体系を紹介する。尺がもどきはかつて、ルイス・ B ・プラウトによって、 本家の太尺赤に分類されていたが、本家の特徴である幼虫腹足が退化することと、成虫腹部器部に、鼓膜器官が存在することの両方を満たさず、スコーブルによって腸に再分類された。また、井上博士によって、タイから記載された、スドビストンピンダタ内は、暫定的に青尺赤に置かれたものの当初から、鼓膜器官を書くことが指摘されており、ラジャエ,エー通トは、本種を、 タイプ種として、スドビス島のデイカを新設した。ありがとうございます。